山本亜紀の四十プロジェクト。四十プロジェクト、今回のゲスト大谷ジュリちゃんです。こんにちは。お願いします。緊張しますけど、なんかいや昨日もねプライベートでちょっと会ってたりとか。いや本当ありがとうございました。仲良くさせていただいておりますけれども、うん、ジュリちゃんは、はい、劇団四季の女優ではなく全然なくプロゴルフインストラクターでいいのかな。そうですね、ティーチングプロって言いますけど、まあ教えてるインストラクターです。 OK です。でホームページとか皆さん、もしよかったら見ていただきたいんですけど、もう様々な資格を持っていらっしゃいます。でまず、まあ、一番上だけ紹介させてもらうと、はい、全米女子プロゴルフ協会ティーチング&クラブプロフェッショナルということで、はい、よくわかりませんけれども。ですよね。まあ、JLPGA って、まあ、日本の LPGA 協会とアメリカ の,、あの LPGA 協会があって、ただ国がちょっと違うっていう感じです。アメリカのライセンスになります。あ、そっか。アメリカのライセンス。ってことは全部英語？英語で試験です。そうだよね。ね、ジュリちゃんってさ、英語ペラペラなんだよね。いや、ペラペラってわけじゃないんですけど、もう何年だろう。アメリカに留学してたので、そう、その時は喋れてたけど、まあ、帰ってきてだいぶブランクがあるので、まあ、使わないと忘れるわけで。そうか。めちゃくちゃ、アメリカって なんでアメリカ行ったん？アメリカはなんで、もう唐突に飛んだんですけど、まあ、英語には昔からすごく興味があって、で、なんだろう、短大も卒業して就職もしたんですけど、私。え、何に、何系の就職したの？私はね、ジュエリー、ショップ、ジュエリーを販売してました。初耳。そっか、こんな話あんましないですもんね、アキさんとね。うん、うん。そう、私、しかも音大なんですよ。え、知らなかった。そう、一応音楽だ、短大ですけどね、大阪音楽大学短期大学部を卒業して。え、何科？ピアノです。あ、ピアノなんだ。うん、そう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 。え、弾けるんやん。じゃあ、いや、もう弾けないけどね。もう練習しないと。ゴルフも一緒で、練習しとかないとやっぱダメなんですよね。全然、もう今は。もうピアノも売ったし。もう、遠い過去の話でございます。そっか。じゃあ今度ちょっとインスタライブやるとき、ピアノ弾いてもらおうかな。うん、だから無理だって。もうやばいレベルだと思いますよ。で、ジュエリーショップで働いてたけど。そうそう、で、まあ、楽しくやってたんですけど、まあ、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、この仕事って誰にでもできるなって思っちゃって、で、なんか、すいません、販売員の方すいませんなんですけど、もっとなんか、楽しく過ごしたいな、みたいな感じに。まあ、次、店長っていうことが決まってて、なるほど。で、これを店長になっちゃうと、もう辞めれないな、みたいになったので、うん、もうこれを機会に辞めて、やめようっていうのはスパッてやめてアメリカに飛んだんですよ。ちょっとまあいろいろどこ行こうかなって考えながら、うん、そうで一人で飛んで気に入ってしまって、そこにもう行きますって感じで飛びました。そうなんだ。え、ゴルフとの出会いというのは？ですよね。いつゴルフ飛んでって話ですよね。うん、まあ、それもアメリカ行って始めたんですよ。だからすごい私スタートが遅いんですよね。そういうこと？そう。え、家族にさ、ゴルフしてた人がいたとか？まあ、父はしてましたけど、別になんか、ゴルフっておじさんのするスポーツだし、みたいな感じで、全く興味もなかったんですよ。うん、なんでゴルフ始めた？まあ、今ではね、おっさんのスポーツじゃなくて若者のジュニアもするけど、その時はほんと全然そんな感覚がなく、うん、で、まあ、アメリカで、
周りの人がゴルフをしてて打ちっぱなしに連れてってもらって、でそこで打ったらなんかすごい楽しくて、だってソフトボールをしてたんですよ、うん、ずっと音大とかよりも何々よりも野球とかソフトボールをずっとしてて、そう、それで、まあ、飛ばすことが楽しくてでハマっちゃったって感じです。へえ、それから始め、それからだからその時は私23歳ですね。もう今じゃ考えられないスタートの遅さなんですけど。なるほど、私劇団四季入った時ぐらいね。あ、 23? うん、おい、23、へえ、そうなんだ。そっからゴルフを始めて、そのさ、私本当にゴルフの業界さ分かんないんだけど、そうです、ゴルフ全然異業ですもんね。ゴルフを始めますで、うん、プロになります、うん、先生になりますみたいな、なんかどういう流れでそのなっていくん、今のティーチングプロみたいな。まあ、今のどうですかね、いろんな方がいますね、教えてる方の、あのシナリオというか経歴もいろいろだし、うん、私の場合はなんかこうゴルフ始めて、まあ、レッスンとか受けるじゃないですか、まあ、ゴルフスクールにも入ったんですけど、うん、教えるってすごいなって思って、うんうん、私教えてになりたかったんですよ本当は、うん、で指導者になるには自分がまずプロにならない、ツアープロになって、まあ、いろいろ勉強して有名にならないといけないなと思ってツアープロを目指したんですよ、うんうんうん、でまあ30までした、30の手前まで、あの一応ツアープロを目指してやってたんですけど、まあもう無理だなって、まあ限界も見えてくるし、まあ23で初めて遅いし実力もなかったってことで、もうやめて、そっから指導者のティーチングプロっていうライセンスがあったから、そっちを目指して教える方に徹底しようと思って、私はそこからあのティーチングプロの道が始まりました。そうなんだ。なんか一般結構多いのは、まあプロを目指してて、まあ指導者無理だったから指導者になるとか、もしくはツアープロを引退して先生になるとか、こうまあいろんな方がおられると思うんですけどね。そっか、なるほどね。でもゴルフってさ、うん、なんかめちゃくちゃリッチな人がやるイメージ。ねえ、イメージそうですよね。やっぱりお金かかる？まあ、道具が高い。まあ、中古でも安く今いろいろあるから、あとね、昔よりは全然お金かからないと思います。プレー代もすごい今安くなってきてるし、ウェアも別に、まあ、何でもいいっちゃ何でもいいし、まあ、ゴルフウェア高いのが多いですけどね。なんか百貨店とかのなんか8階ぐらい、うん、はいはいはい、そう、わざわざ登って行かなきゃいけないみたいなのに、誰がこんなに買うんっていうぐらい広々とテニスのそのウェアの、うん、あのさ、なんかウェアにさ、うん、スポンサー的な、はいはい、腕とかねついてます。そうそう、ジュリちゃんもなんかスポンサーついてたりするの？いや、もう私はそのスポンサーつくレベルでもないので。そうなんだ。全然ですけど、こう、うん、アンバサダーとか、うん、なんていうんですかね、まあ、チームとか、ワッペンって別に何でも作れるわけですよ。だから別にこうスポンサーじゃなくても宣伝してとか、うん、そういうノリでやってる方、ノリって言ってそんな軽く言ってもあれですけど、つける方はいますね。私もチームに入ってた時はチームのワッペンつけてたし。あ、そうなんだ。衣装とか、衣装っていうか何だろう、衣装じゃなくてウェアとかってさ、うんうんうん、じゃあこういうの着てくださいみたいな感じでタダでもらえたりとかするの？プロはね。でも、まあ、このあんまり詳しく言ったらどうなのか分かんないんですけど、うん、まあ、アパレル業界もね大変なこう波がありますよね、いろいろね。うん、そうすると契約金があったりなかったりとか、はあ、で服をウェア提供してもらえないプロだっていっぱいいますし、それはもう自分で皆さん買われてるし。そうなんだ。そう、だからいろんなプロがいるんですよね。もちろんトッププロ、テレビに映るプロとかは
まあ、提供とか契約金が発生したりとか、うん、ブランドにもよる感じですね。なんかテレビでさ、よく日曜の昼、うん、夕方とかやってるじゃん、うん、週末に、はい、うん、あれってほんと一握りの人たちが出てるって感じよね。一握りですね、もう映るのはね。はい、でもさ、ゴルフって、うん、なんか見てるとすげえなんか丹田意識って感じする、うん、軸と、いや、どんだけ力を抜いて、うん、振り子のように、おお、いい言葉出た球を捉えて、おお、イメージをどこに飛ばすかを明確にして、それを再現化する。そうですね、再現化、いい言葉また出た知ってますやん。だってジュリちゃんのインスタとか、あの動画のやつ結構過去のやつめっちゃ見て、そう、ありがとうございます。でもさ、めっちゃさ、変な格好して打つ人もさ、上手い人いるよね、いるいる。だからね、独特なスイング、おじちゃんとか、でも当たる、すごいスコアよく上がってくるおじいちゃんとかね、うん、うん、いるよね。もう、もう綺麗に当たってるんですよね、それって。結構年齢とかって、うん、ジュリちゃんはじゃあ30、ま、入るぐらいの時に、なんとなくじゃあもうそのティーチング教える方に行こうかなっていう風に決めたと思うんだけど、うんうん、はい、一番油が乗ってる年代とかってあるの？油ですか？なんかサッカーはさ、結構早めにみんなやめちゃうじゃん、はい、ああ、そうなんですか。私そこのとこもあんま分かんないけど、うん、でもゴルフも人、ゴルフは人それぞれじゃないですかね。でも油が乗ってるってなるとやっぱ若い方がいいですよね。やっぱそうなんだ。はい、まあ、え、ツアープロ、それは一般、何、一般プロとツアープロの違いもよく分かって、一般プロっていうかアマチュアなのかプロなのかって、どっち、今プロの話、あ、プロの話。いや、それは体力がね結構いりますからね、うん、若い方が体力あるけど、でも経験っていうのはある程度やっぱ試合でも重ねた方が、やっぱしそういうスキルはつくし、そうなると若いだけじゃダメだしっていう、うん、経験によるんじゃないですかね。だってこの前もね、ママプロゴルファーが優勝してね、そう、お子さん産んでんのに4日間戦ってトップ立ってって、すごいね、すごいなって思いますね。本当人によるね、本当人によると思います。いろいろと質問も来ておりますので、はい、ありがとうございます。まず一つ目ですね。はい。すみません、ファンです。ありがとうございます。ファンがいるの、マジで嬉しい。あの P ゴルフさんっていうアカウントか。うん、アカウント、お、嬉しいです、うん。ありがとうございます。引き続き P、はい、P ゴルフさん応援をお願いいたします。よろしくお願いします。あとゴルフの世界って金持ち多いですか、サッサンから、ね、思うよね。さっきもちょっと出ましたけど、うん、まあね、やっぱ時間に余裕がないとこう継続してゴルフってできないのかなっていうのも思ったり。なるほど。そうするとやっぱお金にも時間にも余裕があるイコールちょっとリッチって なるのかな。そうだね。でもね、このコロナでね、あのゴルフ人口がすごく増えてまして、いや、もう今ゴルフバブル的な感じなんですよ。おお、いいじゃん、ジュリ的にめちゃくちゃいいじゃん。そう、それでね、若い方が多いんですよ。そうなんだ。そう、だからやっぱそのゴルフのこうなんていうんですか、壁、そのイメージの壁はより低くなってきてるんだろうなっていう。そうかね、うん、やっぱりそのモデルさんがやってたりとかさ、うんうんうん、結構華やかなイメージもあるもんね最近。そうですよね。そうね、モデルさん、うん、ジュリちゃんもスタイル良くてさ、可愛い。全然良くないんですけど、もうそれこそ
ね、女子とかが憧れるような全然ですけど私はね、ピッチングだと思うんだけれどもっていうことで、うんうんうん、なんか前編も時間が結構来ておりました。早っごめんなさい、なんか喋りすぎた。全然全然、なんだかんだで。で、最後に、はい、最後に質問も一個ね。はい。ちょっとよくわからないんだけど、私のもう一個で。うん。アドレスで、今日これだけは必ず意識するとしたら何でしょうか？アドバイスください。ピエールさんから。ピエールさん。さっきも言ったように、本当人それぞれなんですよね。スイング作りするにも。だからその人のスイングにもよるんですけどね、そのアドレスで気をつけることっていうのは。でもまあ一つだけ言うなら、腕のポジションかなって感じですかね。腕のポジション。なんかね、今まあコンディショニングと一緒にレッスンを今してもらってるんですけど、肩甲骨を使えてないアマチュアの方がすごく多くて、出た肩甲骨、うん、肩甲骨ってめちゃくちゃ使えないんですよ実は。バレエでもね、そうそう、うんうん、バレエもバレエでもクラシックバレエでも、うん、肩甲骨のところを使って腕を動かしなさいって、うん、うんうんうん、いいね、言われるんですよ。え、そのバレエのレッスン行ってみたい。おお、いいかもね。え、あ、嘘だって、うん、多分さ、バレリーナとさゴルフってなんか合うんじゃないかな、うん、一回試してほしいぐらいなんだけど、なんかそれこそ軸だし、はいはいはい、弾力めっちゃ必要やし、うーん、くるくる回るときも本当軸とそのなんていうのかな、腕の下の脇の下、はいはい、の固定みたいなのって結構重要なんだけど、でもそれって多分ゴルフもそんな感じじゃないかなと思うよね。そう、今ね、昔バレーしてた方が来られてるんですけど、まあバランスもすごいいいんですけど、こうね、やっぱ腕のことで言うと、結構ね、やっぱ肘を外に向けていく動きが多いらしくて、多いですか？確かに確かに。うん、そう、だからちょっとね、こう肘、脇、あきあきになると、なんて言うんですかね、ちょっと使い方が逆みたいなんですよね。あ、そうなんだ、腕は。なんか、なんて言うんですかね。わかるわかる。わかります？うん。どう、だから肩甲骨、そうなるとね、腕の主関節のつながりで肩甲骨の使い方も全く変わってくるんですよね。なんか。ピエールさんは多分男性なので、クラシックバレエはやってらっしゃらない。そうですよね、ごめんなさい。私がバレエの話持ってた。まあね、でも本当アマチュアの方、肩甲骨が、まあ、使えてない方がほとんどなので、で、クラブ振るにも腕振るじゃないですか、ある程度。その後やっぱそこを動かせるポジションには置いてアドレスしてほしいなっていうのは、まあアマチュアの方レッスンしてて思いますね。なるほど。ということで、ピエールさん、詳しくはジュリちゃんにレッスンを受けていただくということで。営業になっちゃったじゃん。ということで前編この辺にしたいと思います。それでは後編、またちょっとプライベートなこととか、はい、ジュリちゃんの今後の企みなど聞いていきたいと思いますので、また後編お楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。はい、それではまた。